ホンダのブースです。今回サプライズという形でシビックのタイプ R が登場したんですね。今回は、5ドアハッチバックの、プレミアムが今回の名目だったはずなんですけども、それのサプライズということでこのタイプ R があるんです。で、その車の、チーフデザイナーの蔦森さん、はい、前にジュネーブでちょっとお話ししましたけども、はい、これ真っ黒で凄みだけでちょっと勝負してるのもするんだけど全体にその最初からこれはもうテーマとしてあった車なんですか？色ですか？それでもそのタイプ R の存在、シビックはねタイプ R っていう関係が切っても切り離せないので当然想定をしながらやってました。これねこの色が結構うまくいってるなと思うそれで色だけじゃないですよ。色がもう迫力が、例えばこれどう思われるか分かんないけど日産のスカイラインの頃の GTR のイメージが今のね GTR はちょっと違うものだったサイズ感といいね雰囲気といいねなんか同じようなものを感じたのかこの色が結構効いてるんじゃないかと。これはもし白だったりすると全然違う。白の方がタイプラーの伝統としては成り立つじゃないですか。高いバッチリチャンピオンシップホワイトそういったのをなんかこれ今回企みでね、インパクトを出そうというのがあったので、それももちろん当然ありますけど、ショーカーだったんですね。こっちのパイプドアのね、はい、この形なんですよね、これね。基本はそうです。だけど、はい、見え方全然違うじゃないですか、これ。まあ、幅も広いです。こっちはウルスターになってるんですか？そうです。それはもう、性能のために全部。キャラクターのためにデザインを変えてるって感じです。性能のため、すべてタイプ R は機能的なスピードバッテリーでデザインしてます。それはハンドリングだけじゃなくて、クリックもクリックもエアロダイナミックスもリフトリングみたいな、冷却もそうですね。これはじゃあ結構力が入っていて、日本でもぜひ展開したいっていうものとして、シビックっていうことはもうオープンしておりますが、どのモデルを入れるかっていうのは、もちろんだけど、我々っていうかおかしいんですけども、ホンダとかのスポーツカー、スポーツカーとかがあるんですけど、これはあってもいいよなっていうものになってるじゃないですか。だからそれは販売戦略とか企画とかっていうのとは分けて、デザイナーとしても、やっぱりこういったものを、自分が作ったものは、担当には欲しいでしょ。もしこれが日本で出たら私も欲しいですそこだよね。この間もちょこっとねジュネーブでそういう話をしたんですよ。佐森さんにはそもそも自分の欲しい車を作らないとまずいよねって話をして、今まではどうだったのかって、もう浮きますけども、でもだいぶ戻りつつあります。そうだと思いますね、はい、これは自分でもかなりできたなって。お客さんを見ながらもちゃんと自分が欲しいものができているかどうか、そこはちゃんと強く思いながらいつもデザインするところです。単に形にそのものだけじゃなくて、はい、車の全体の仕上がりとしても納得できるようになっています。ここ強く言わないと、すごく自信、それを強く言わないと、はい、完璧ですでした、はい、そういうことで、はい